できます。それでは改めまして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。それでは正月の歌、はい、から歌わさせていただきます。たけちゃんいいですか。はい、いきます。1月8日ですよね、1月1日歌ってみました。ください。気になりますよね。今何て言ったか分かりませんでしたね。絞ったばかりの子牛の乳がマイヤ。よかった、受けていただきました。そういう小ネタをね、説明しないと分かってもらえないと一番辛いんです。やばい、ちょっと朝ということで滑舌が悪くて大変申し訳ありません。悪いですね、はい、これでもラジオで喋ってるんですよ。笑っていただけたらもう本当にね、今年2023年もうね元気でいけます。はい、あの地球が生まれて46億年も経ったそうです、うん、でその46億年の長さからすると、はい、この今っていうのはほんの一瞬、一瞬で、ほんの一瞬なん、うんうん、この一瞬にあの皆さんこの場で一緒に折れる、はいはい、歌を楽しめる、うん、ね、無理やり聴かせる。これね、あの素晴らしいご縁だと思います、はい、ということでこのいい縁をね、はい、これからも大切にしようと思います。正月で糸という歌をお届けさせていただきます。あ、糸ですね、はい、わかりました。私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きていたの、遠い空の下、二つのもの、私
しれない。うさぎ年です。うさぎ年ね、はい、ぴょんぴょん、ね、跳ねましょうかね。あの実は私うさぎ年なんです。はい、とうとうあの赤いものが似合う年になってしまいました。はい、あの一般的にあの還暦になると一周回って赤ちゃんに戻る、赤ちゃんに戻るということ、ね、はい、言われますけど、私はもうね永遠の中二でいきます。中二でね、中二、いつまでたっても中二。あ、でもあの中がなぜめくりたいのか、それはほんのスカートめくりの歌です。永遠の中二でいきます。しスカートめくりは小学生じゃないかな。そうでした。そうですよね、まあ、大体4年生くらいのね。はい、そうですね。何を言いたかったんですかね。60のおっさんがスカートめくりだとか本当に恥ずかしくないのかって今自分に言ってます。本当ですよね、はい、まあでも男性はね、はい、ずっと少年の心を持ち続けるって言いますけど、ね、中二の心ね。そうでしょ、中二で、まあ、女性は現実的ですから、本当に中二の時のように、はい、あの好奇心を持ちたいですね。持ってるじゃないですか。すごい好奇心でしたよ、中二の時ですでしょうね。はい、多分あそこがどうなってるとか、はい、そうじゃないとやっぱり、あれちょっと待ってください。次は何を、あ、はい、はい、ということで何分ですか今。まだ50分ですけど、あ、そうなんですね、まあ、最後の曲にしましょうか。寒いから。そうですね、はい、じゃあ最後の曲にさせていただきます。2023年、皆様がいい年になりますように。皆さんがこうね、本当に何言ってるのかわからなくなっちゃった。昨日何言ったっけ。まだ昨
昨日の酒が残ってるんですか。そうそう、はい、昨日の MC を言おうと思ったんだけど忘れちゃった。自分の言ったこと忘れちゃいました。何を話したか忘れちゃったね。何が、ではい、あの鐘を鳴らすのはあなた。あ、違ったね。あの鐘を鳴らす、違います、でもいいよ。あ、そう、大丈夫ですか。いけますか。やっぱりいけじゃあ、命の理由という曲を最後にお届けさせていただきます。みんなあの元気に生きていきましょうね。はい、思い出した。そう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 。私、ここでね、生まれてきたこの感情をどこへ持っていけばいいんでしょうか。このね、本当にさっきの話リンクするんですけど、どうぞ。はい、地球が46億年、46億年になったんですけど、ここであるのも奇跡なんですよ。はい。はい、ね、皆さんとこうやって出会うために僕らは生きてきたと、まあ、そういうことを言いたかったんですけど。今思い出しました。演奏を止めてはでする話です、ね、今思い出したの。わかりました、はい、じゃあ命の理由、はい、テイク2ということで、私が生まれてきたわけは兄弟たちに出会うため。私が生まれてきたわけは友達みんなに出会うため。私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会うため。春くれば花おろずから咲くように、秋くれば葉はおろずから散るように幸せになるために誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの花の向こうから喜びの実が実るように、私が生まれてきたわけはどこかの誰かを傷つけて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かに傷ついて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かを救うため、私が生まれてきたわけはどこかの誰かを救うため。Thank you.
が来て闇心ずからしみるよ。朝が来て光をのずから照らすよ。幸せになるために私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会いたね。私が生まれてきたわけは愛しいあなたを守るため はい、ということで刈谷朝市ミニコンサートこれにて終了です。たくさん来ていただいてありがとうございました。やたら声に詰まりますね今日。大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。来月もまたお会いしましょう。